皆さんこんにちは、カトレアです。今回はゼルダを使って対戦していきます。実戦にはパイナップルさんに触れ、対戦よろしくお願いします。普段ルクレを使っているので、自分の立ち回りや癖で考えてしまい、他の方と対戦すると困っています。ミラー対戦もしたくないですし、ルクレを使っている方が知らないため難しいです。しまいました。ギガファイヤーから下地までシールドを一気に削られるので、解いてよかったかもですが、何も言えないです。この撃墜お気に入りなんですよね。エルウィンドウが残り1回だったので、ガス汗でも撃墜できて最高です。範囲拡大の修正をもらっているので当てやすくなり、復帰ルート制限にも大活躍です。クライバースと自分のダメージ量を把握していなかったです。結構溜まっているのは分かっていたのですが、ギガファイヤーを食らう予定がなかったので、安易な判断をしてしまいました。正確性大事です。とりあえずジャンプしてしまう心理を利用しバースと、これでバーストする確率結構あります。耐えられてもジャンプが消えているので、もう一度当てに行けるのでいいです。駆け上がりにダンパネーでバースト。対戦ありがとうございました。続いて2戦目はエリーさんリンク、対戦よろしくお願いします。検索がわからないのですが、助ける側と助けられる側の対戦です。ブーメラン出しに合わせてクロムをかぶせるとダメージを貯めれるのでいいです。またブーメランの抑制にもつながるのでいいです。復帰ルート制限により空した本当てメテオでバースト。空中攻撃の本当てが難しいので練習が必要ですが、稲妻キックの練習だけでいいと思います。かき当てでも倒せることが多いので、本当て稲妻キックの練習をメインで行いましょう。こんな感じに吹っ飛ばす距離が高いので、早期撃墜が狙えます。下投げ稲妻キックを当てれるようにするところから練習です。ベクトル変更により当たらない時もありますが、火力が高いので収束必須です。後ろ投げでバースト。修正入っていませんか？こんなに飛びましたか？バルテナなりに飛ぶのに気づけたのは良かったです。
投げてきた爆弾には要注意です。爆発しないこともありますが、思っている以上に範囲が広いです。ジャンプが残っていればジャンプを、ジャンプがなければ早出し復帰をしましょう。この場上がりに合わせ爆発しバースト、投げるタイミングとほぼ同じ気がしたのでナイスです。無敵が切れていても撃墜されていたので仕方ないですが、焦ってしまったので自分に問題ありです。対策考えます。相手から持てるアイテムをもらうのは効果的です。実質飛び道具ですし、今後の幅が広がります。爆弾投げ BA コンボでバースト。対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。